こんにちは、ゆくれあです、今回は最近ハマりにハマっている靴下を編みながら、ちょっとね、今編んでいるもの、それから最近編んだものの紹介と、ちょっとだけおしゃべりできたらなと思って撮っていますね。今ものすごい靴下ブームが来ていて、コミーの雑貨屋さんのコミーさんをはじめ、ものすごいみんな頭が靴下になっているので、私もね、靴下病に感染してしまって、もう靴下が編みたくて編みたくて、寝る間も惜しんで編みたいぐらいね、靴下を編みたいんですそう、それで今ね、もっとかぎ針編みの動画出せよって感じなんですけど、とにかく編みたいし、いろんなね、もう靴下も本当にいろんな種類の編み方があって、なんか手が進まないなね、いろんな靴下を編みたくて、でもなかなか手も進まないし、時間もないのでね、どんどん編みたいのに編めない状態でムズムズしてる感じですねで、今年に入ってから編んだ靴下を紹介しようかなと思います。今年っていうか、このね、この夏が終わってからですね。夏が終わってから編んだもの。北海道はね、夏が終わるのが早いので、まずですね、最初にできたのがこちらです。これは、この糸がね、すごい可愛くないですか？点々がいっぱいの、めっちゃ可愛いです。これはコットンなんですけど、すごくサラサラでね、履き心地もめっちゃいい感じです。これは、マッシーのセルフ編み部のマッシーさんからね、いただいた糸で編みました。めっちゃ可愛く編めました。ありがとうございます。で、これはね、まだね、あったかいうちに編んだので、ショートソックスにしました。2足目がこちらですね。すごいド派手な色ですけど、これはエッツィという海外のね、通販アプリでドイツの方の手染めのソックヤーンを購入して編んだものです。ここから上が手染めのソックヤーンですね。一つの糸でこんな感じにしましまで、あちこちにね、ちょっとネオンカラーが入ってる、この派手な感じが大好きです。で、こっちの下のところはカメレオンカメラのね、単色で編みました。これもショートソックスですね。すごく履き心地がいいですね。可愛くないですかめっちゃ派手だけど、靴下本当に楽しいです、編むの。そしてまだ片方しかできてないんだけど、こちらですね。これは、糸作チャンネルの糸作さんの動画を見て編みました。今はもうすっかりこのね、糸作さんの初心者向けの動画が4本ですね、4本出てて、それをね、見て編んだんですけど、すごくね、覚えやすくて簡単なので、サクサク編めます。今はこの編み方ばっかり練習しています。この糸はなんか
あんまりなんか編んでみたらあんまり好きじゃないなって感じだったんですけど、楽天スーパーセールでね、とってもお安くなっていた糸を購入したので編んでみました。オパールのアイスクリームだったかな。もう片方編まなくちゃいけない感じです。で、今編んでるのがこれですね。このめっちゃ不思議な形のこれ、ここがこっちがね、つま先、ここがつま先です。こんな感じで履くとね、伸びるので普通な感じになるんですけど、最初見た時にめっちゃ面白い形の靴下だなと思って、もうちょっとでね、あとのもう少し編んだら出来上がる感じです。やっと今ね、片方が出来上がるところですね。モジョソックスというね、海外の方が作っているデザインのものですね。つま先とかかとは糸作さんの動画を参考に編みました。すごい面白い形ですよね。これもただね、まっすぐ編むのも楽しいんですけど、これはこれでね、いろんな編み方を交互に編んでいくだけなので、そんなに難しくなくて楽しいです。早くね、完成させて履いてみたいんですけど、作ってる途中でね、履いた時はね、めっちゃいい感じでした。フィット感がこう、ここはキュッと締まるし、ここもね、キュッとキュッキュッとね、全部キュッキュッとなるのでね、すごく気持ちよかったです。なんかマッサージ効果のありそうな靴下です。面白い。これ今これにハマってますね。しまうときちょっとかさばるけど面白い形です。出来上がったらまた紹介しようかな。はい、ということでね、とにかく靴下編みにハマっています。靴下編む方いらっしゃいますかね。ソックヤーン、とっても可愛くてね、私もたくさん持ってるんですけど、たくさん持ってて編む時間ね、たくさん編まなきゃいけないのになかなか編む時間もなくて、あ、間違えちゃった。そう、編む時間もなくて、どんどんね、ソックヤーンばっかりになっていくっていういっぱい編まないと。かぎ針ばっかりだったんですけど、棒針は本当に最近で、靴下もね、編み始めたのは去年だったかな。そう、なのでまだまだ初心者ですね。最初、一番最初に作った靴下は、編みちくらぼのゆみさんのね、動画を見て靴下を編みました。靴下の本も持っているんですけど、やっぱりね、本だけじゃ全然わからなくって、動画ってありがたいですよね。糸作チャンネルの糸作さんはこの間、かぎ針編みのすごく可愛い靴下を出していたので、もしね、興味がある方はかぎ針編みで靴下を編むのもいいんじゃないかなと思います。靴下って本当に編むの楽しいですよ。毎日履けるし、ソックヤーンはね、ガンガン洗濯機で洗えるし最高です。この間ね、セリアに行ってきたんですよ。久しぶりにセリアに行ったらね、話題の可愛い糸がたくさん並んでいて、
ね、今年はあまり買わないと決めていたので、本当に気になる糸だけ一玉ずつ、4種類くらいかな、だけは買ってきたんですけど、他はねまだ何を編むかも決まっていないので、我慢してというか買わずに帰ってきました。で、100円ショップ初ですかね、ソックヤーンも並んでましたね。皆さん探しているようなんですけど、私が行ったところには全色かな、4色か5色ぐらい並んでました。で、一応ねやっぱり気になったので手には取ってみたんですけどね、アクリル 100% だったのと、あの100円ショップだからね巻きが小さいのもあって、私はね購入しなかったです。ソックヤンたくさんあるからね、可愛かったので、靴下の練習される方なんかはいいんじゃないかなと思います。私はね、お話がおしゃべりするのがすごく下手なので、練習がてらね、靴下もおしゃべりも練習がてら撮っているところなんですけどね、話が飛び飛びになりがちなところもあるので、聞き苦しかったらごめんなさい。なかなかね、一人で靴下を編みながらカメラの前で喋るっていうのは難しいです。ちなみに今編んでいるこの糸は伊沢屋さんのフリーソックですね。フリーソック、いろんなねカラーがあって、知ってる方もたくさんねいらっしゃると思いますが、あとお安いのがいいところですね。そうだ、糸のかけ方ですね。左手の糸のかけ方っていろんな方がいらっしゃいますよね。私はこんな感じで小指に2回巻いて、人差し指にこのようにしてねかけてるんですけど、こんな感じでかけてる。これコミーさんかな、このようにかける人もいますよね。あとは人差し指に2回巻く方とか、なんかいろんな方がいらっしゃいますよね。私は最初の頃こうか、このようにしてたんだけどね、細くてすごいゆるゆるになっちゃうので人差し指に2回巻いてたんですけど、いつの間にかね小指に2回巻くようになりました。いろんな方のね編んでいる手元を見るのが好きで、手の動きとかね見て研究してますね、私の手の動きもちょっとなんか独特らしくって、そう言われてみたらそうだなぁと思いながらね、いろんな方の手の動き、綺麗な動きの方もいるし、外国人の方は結構もっとね、私なんかよりももっともっと特徴のある動きをする方もいらっしゃいますよね。面白いです。だから見てて、わあこんな編み方もあるんだっていう動きをね。あとは私はフランス式ですけど、やっぱりアメリカ式のフリッキング、こっちのは抜けちゃったじゃない、
抜けちゃったじゃない。この私、裏を拾うとき反対に向けなきゃできなくて、上手にやるやり方あるんですかね。裏を見て、よいしょ、そうそう、こっちにかけてできないんですよ私。できないけど裏編みは前に持ってくるのか。こう、なんかシュッシュンシュンってこのね、こっちの人差し指を動かして編んでいる、あのアメリカ式のやってる方、すっごいかっこいいですよね。そうそう、こんな感じの、これがね、上手にできるようになったらかっこいいなと思ってるんですけど、なんかこっちの手に全然力が入らなくて、すごい変な感じです。上手にできない、めっちゃ時間かかる。そうね、私はこのアメリカ式のフリッキングに憧れてます。かっこいいですよね。綺麗に編めたかな。一時期練習したりもしたんですけど、やっぱりもうなんかうんってなって戻っちゃいましたね。何でもやってみたくなっちゃうんですよ。結構あの手芸される方は何でもやってみたくなっちゃう方って多いですよね。何でも手を出しちゃう。だけど手芸はね、道具にお金がかかるから、何でもかんでもはやりたくてもできないですよね。編み物を本格的に始める前はミサンガを編むのにハマってたんですよ。なんか暇で、懐かしいミサンガでも編もうかなと思って刺繍糸を購入してミサンガを編み始めたのをきっかけに、一番最初に作ったの何だったかな、カラーのヘンプヤーンでキノコを編んだのが最初だったかな。おばあちゃんのかぎ針で、あ、子供の頃におばあちゃんに編み物を教えてもらったことはあるんですけどね、子供の時だけだからもうすっかり忘れてたし、なんか上手にねできなかったので、子供の時はなんか目が増えてるとか怒られた記憶しか残ってなくてね、あの頃にもっと真剣におばあちゃんの話を聞いて教えてもらってたらよかったのになーなんて思いますね。今は、今のうちにばあちゃんの編んだものとかたくさん見せてもらわなくちゃ。 1,2,3,4,5 OK。 そう、それでキノコを編んで、その後にいきなりレース編みになって、なんかドイリーとかを何枚も編んでお友達にあげたりしてましたね。そっからビニールテープで、毛糸で編み物したのって結構後だったような気がします。
からね、いろんなものを編むようになって、YouTube の存在も最初は知らなかったんですけど、ね、ミータングさんとか、ニコアミさんとか、ハピママさんのお世話にたくさんなって、基本の編み方とかね、何度も見ましたね。こんなに何か自分の好きなことを続けるって、私にとっては初めてのことですね。本当にすぐ飽きちゃう人なんですけど、飽きちゃうというかだらしないというか、何も続いたことがなくて、このね編み物だけがずっと続いてます。もう本当に楽しいですね。今ねかぎ針で編んでいる途中のものもたくさんあるし、去年の途中の棒針編みのね、編みちくらぼさんのシンプルな丸ヨークのセーター、あれも途中のままだしもうおパンツもゴム編みを編んだところで置いてあるし、ちょっとずつ全部やらなくちゃいけないんですけど、っていうか編みたいんですけど時間と手が足りないです。だからすごくね、もっとね早く編みたいんです、スピードをね、この動き。でもなかなかうまく進まなくって、今このね編んでいるのが靴下だからっていうのもあると思いますけど、この使ってる針がミニ輪針だからちょっとね手が動かしにくくて進みがあまり良くない。マジックループでもいいんですけど、マジックループはマジックループでね、コードの入れ替え、針の入れ替えがね面倒だしわがままばっかり言ってるけど、そうだからもっと早くもっと綺麗に編めるようになりたいなと思って今特訓中なんですね。かかとの編み方とかつま先もね完璧に覚えてるわけじゃないので、今まだねメモとか時々動画を見返して編んでいる状態なので、これをね完璧にマスターして靴下編み散らかしたいなと思っています。もうこれ完全にコミーさんの病気が映ってますね。みんな映ってるんですけど、でも楽しいです、本当に靴下楽しいよ。今ね使っているこのね、ああ結び目が出てきた、大丈夫だ、結び目じゃなかった、大丈夫だった。そう、この今ね使っているミニ輪針も、それから普段使っている針もね何種類かあるので、それをね紹介する動画も作ろうかなと思っているんですけど、棒針編みもする方いらっしゃいますかね。靴下編んでる方、何かねおすすめの道具とか糸とかね、お好きな糸とか道具とか、あとはパターン、靴下のパターンとか、なんかいいものあったら教えてください。いろいろやってみたくてね、知らないもの
とかね、知らないこともまだまだたくさんあるので、ぜひね皆さんに教えていただけたらありがたいです。お願いします。あとですね、結構私中学生ぐらいの時から字を書いたりするだけでもね、肩こりを感じやすいというか、肩こりやすいのかな、肩がすごい凝る感じなんですよ。なので皆さんね、編み物していて肩凝りませんか？肩こりの解消法とか、なんかこう工夫していることとかあったら教えてほしいです。葛根湯が効くんだっけ？時々ね、あの湿布をね、冷たいタイプの貼ったりしてるんですけど、もうね、ずっと肩凝ってるんですよ。凝りっぱなしで、時々ね休憩でこの手を置いて肩甲骨回したり、首のストレッチしたり、腕伸ばしたりとかやるんですけど、全然ほぐれなくってね、寒くなってきたから余計かな。ね、何かいい方法もあったら教えていただけると嬉しいです。そしたらね、また動画の中で教えていただいたことについてお話できるかなと思ってね、おしゃべり動画、何をしゃべっていいかね、分からなくなっちゃって、しゃべりたいこともあるんですけど、それがねなかなかね、人見知りというか下手なんで、本当にね、何喋ろう、どうしよう、何喋ろうって考えてるうちに何も出てこなくなっちゃうんです。先ほどのこのね、靴下の道具とか糸とか、おすすめのパターンとか、それから編み方について、なんかね、これがいいよっていうのあったら教えてほしいのと、肩こりですね、肩こり対策と解消法、なんとか知っている方はぜひ教えてください。そしてなんか喋りすぎてね、喉が痛くなってきたので、今日はこの辺にして、またね、この靴下ができたりできなかったり、いつになるか分かりませんが、またね、靴下はね、たくさん編みたいと思っているので、ね、靴下編みながらまた動画撮っておしゃべり練習しようかなと思っているので、またその時にはどうぞよろしくお願いします。そんなに内容のないお話でしたが、お付き合いいただいてありがとうございます。ここまで見てくれた方、どうもありがとうございます。もっとね、上手になれるように頑張りますそれではまた次の動画で、じゃあねー。